ギルド結成の届け出も受理されたことですし、早速活動を開始いたしますわよ。ゆかりさん、みふゆさん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくね、秋野さん。ギルド運営での細かい仕事は私たちに任せて。ゆかりさんと私でしっかりサポートするわ。あなたのお父さんからも娘をよろしくって言われてるしね。お父様の下で経理を担っていたゆかりさんと、護衛担当で実務にも長けているみふゆさん、そしてこの私完璧な人材ですわ。それで具体的なギルド活動はどうするのかしら。何かアイデアはあるの？例えばあなたのお父さんと同じように商売をするとしても、どんな商売をするか決めないと。それなら心配は無用です。まずはパーティーを開きますわ。近隣から有力者を集めてギルド結成記念のパーティーです。早速お金の無駄遣い？秋野さん、私たちはまだ無収入なのよ。そんな時に大金を使うなんて無計画すぎるわ。みふゆさんの言う通りね。まだどうやってお金を稼ぐかも決まってないんだし、資金には限りがあるから大事に使った方がいいと思うの。お二人のおっしゃることはもちろん理解しています。ですが、今の私たちが持っているのはお金だけ。それならばまずはお金を有効活用するべきですわ。パーティーでこのギルドを大々的に宣伝するのです。そうすればきっと困った方が何か仕事を依頼してきますわ。いわばチラシを配るのと同じようなこととお考えくださいね。なるほど。それならパーティーに参加した人が私たちのことを広めてくれるかもしれないわね。秋野さんなりに考えがあるのは分かったわ。ただしパーティーに使うお金の管理は私たちに任せて。いいわね。構いませんわ。むしろ私、細かいお金の勘定が苦手なので助かります。早速準備に取り掛かりますわよ。お料理は手配しましたし、招待状も配り終えた。パーティーの準備は順調ですわね。あら、いい匂いがしますわね。あの屋台ですわ。いらっしゃいな。焼きたてのたい焼きだにゃ。そこのお嬢さん、お一ついかがかにゃ。たい焼き？何ですのそれ。秋野さん、たい焼き食べたことないの？ええ、初めて見ました。お魚を焼いたものかしら。面白い形をしていますわね。興味深いですわ。お一つくださいな。毎度ありにゃ。暑いから気をつけて食べるにゃ。いただきます。おいしいですわ。こんなにおいしいものがこの世にあったなんて。私、痛く感動いたしました。これは感謝の気持ちです。受け取ってくださいな。ってそれ、たい焼き代の10倍以上あるじゃない。こんなところで無駄遣いしないで。無駄遣い？いいえ、このたい焼きという食べ物にはこれだけの額をお支払いする価値がありますわ。いっそお店ごと買い取りたいくらい。そうですわ、お店を買い取ってしまえばいいんです。店員さん、このお店いくらで譲っていただけるかしら。店ごと買う？いきなり何を言ってるにゃ。バカ言わないの。お店の人困ってるでしょ。
ほら、たい焼き代だけ置いて帰るわよ。そうよ、パーティーに向けてまだまだやることがあるんだから。仕方ありませんわね。お店はともかく、たい焼きはまた買いに来るといたしましょう。では店員さん、ごきげんよう。な、なんだったのにゃ、あいつら。せっかく巻き上げた金が。おいお前ら、どうやってでも犯人を見つけろ。にゃーはっはっは、みんなこれを受け取るにゃー。わー、お金だ、空からお金が降ってきた。いつもの人が来たんだね。ああ、ありがたや。これで孫の薬が買えます。いいことすると気分がいいにゃ。商売人の端くれとして悪どい商売は見過ごせないのにゃ。あとはドローンと雲隠れすれば今日のお仕置きは完了だにゃ。そういや、また出たらしいぞ、例の貴族。いつも通り金をばらまいて消えたってよ。やられた奴はご愁傷様だな。奴が盗むのは汚い商売で巻き上げた金だけって話だが、俺たちの金もいつ盗まれるか分かったもんじゃないぜ。そういやお前、明日のパーティーは行くのか？例のギルド結成記念とかってやつ。俺は行くぜ。だって主催はあのウィスタリア家の御令嬢だろ。社交界の有名人と知り合えればうまい商売が転がり込んでくるかもしれないしな。アキノ？どこかで聞いた名前だにゃ。思い出したにゃ、この前たい焼き買っていったやつにゃ。バイト先を店ごと買おうとする怪しいやつだったけど、商人や社交界の連中を集めてパーティーなんて怪しいにゃ。ああいうのはどうせずるい真似して儲けてるに決まってるにゃ。悪事の匂いがするにゃ。これは調べてみる必要があるにゃ。ずいぶん豪華なパーティーだにゃ。とりあえず秋野ってやつを探すにゃ。美冬さん、裏に不審な男がいたらしいの、見てきてくれる？私は来場者の応対で動けなくて。分かったわ。秋野さんは？奥でいろんな人と歓談中、商談もしてるんじゃないかしら。商談？喋りすぎて顎が痛くなりそう。ゆかりさん、みふゆさん、今この瞬間から私たちの最初のビジネスを始めますわ。それはいいけど、まだパーティー中よ。私たちが抜けちゃっていいの？主催は主役ではありません。私などいなくても皆さん勝手に盛り上がってくれますわ。それよりも初仕事のお話です。このリスト通りに金庫のお金を分けてくださる？退職契約書の作成もお願いいたしますわ。こんな大金どうするの？それに契約書？私、先ほどまでいろんな方々とお話しして、あの人たちに出資や融資をすることにしましたの。私たちの最初のお仕事は金融業ですわ。金融？また随分大きく出たわね。確かにこのギルドにはそれだけのお金があるけど、てっきり最初のうちは物を作ったり売ったり小さなことをコツコツやっていくと思ってたわ。それでは
生み出すお金も使うお金も額が小さすぎて、いつまで経ってもギルドが大きくなりませんわ。それに先日申し上げたはずです、私たちが今持っているのはお金だけでしたら、お金を使ってお金を稼ぐしかありませんわ。違いまして、まずは金融業を始め、その利息をもとに様々な事業に手を出していきましょう。お二人とも依存はございませんか？秋野さんってただの世間知らずなお嬢様じゃなかったんだ。そうみたいね。正直私も驚いてるわ。あもっと褒めてくださっても構いませんのよ。お二人とも私をバカにしていましたわね。パーティーも終わったし、誰もいなくなったようだにゃ。お金の貸し借りなんて一番悪どいやり方にゃ。契約書を確認しておかないとにゃ。不当な利息をむしり取るつもりなら、ギルドにあるお金を根こそぎ奪ってやるにゃ。契約書はこの辺にしまってたはずにゃ。あったにゃ。さてさて、どんな契約内容かにゃ。額が大きすぎるけど、どれも利率は普通にゃ。どうせこっちはほとりで、本物の契約書は別に。動かないで。抵抗すれば一瞬でその首が飛ぶわよ。いつの間に。まずいにゃ。なんとか隙を見て。美冬さん、その子逃げようとしてるみたい。ここで戦うと後片付けが大変だし、私が魔法で動きを封じるわ。動けないにゃ。こんなはずじゃ。騒がしいですわね。パーティーはもう終わりましたよ。美冬さん、ゆかりさん、何事ですか？泥棒が入ったのよ。でも大丈夫、もう捕まえたわ。泥棒ですって？はぁ、すごいですわ。私、泥棒って初めてお目にかかりますの。初めて見たわ、泥棒と鉢合わせして嬉しがる人。あら、あなたこの前の美味しいたい焼き屋さんじゃありませんこと？本当だ、たい焼き屋で働いていた子ね。どうしてたい焼き屋さんが泥棒を？あのたい焼きでしたら売り上げには困らないはずですわ。あたしのことはどうでもいいにゃ。お前たちがもし法外な利息を取る気なら、あたしがお仕置きするつもりだったにゃ。何をおっしゃっていますの？そんなことをすれば顧客が減ってしまいます。商売敵以外とは手を取り合う、我が家の家訓ですわ。騙す気はないってことかな？ええ、もちろん。ビスタリアの名にかけて悪どい商売などいたしませんわ。そんなことをして稼げるお金など大した額ではありませんもの。でもお前たちは怪しいにゃ。いきなりたい焼き屋を店ごと買うなんて言い出して、悪徳商人の考えそうなことだにゃ。それはね、秋野さんの金銭感覚がおかしいだけよ。そんなことはありませんわ。あんなに美味しい食べ物ならお店を買い上げてもっと大々的に売るべきだと思いませんの？私、今でも大陸中に支店を立ち上げたいくらいですのよ。まさかそのために店ごと買う気だったにゃ。秋野さんはこういう人なのよ。悪い人なんかじゃないわ。そうみたいにゃ。降参するにゃ。不法侵入したのは事実だし、どこにでも突き出すといいにゃ。もう抵抗はしないのね。
なら、まず騎士団に連絡を。お待ちになって、美冬さん。私は、秋のウィスタリア。あなたのお名前を聞かせていただけるかしら。玉木にゃ。ちょっと待つにゃ。ウィスタリアってまさか、大陸一の商人、ウィスタリアなのにゃ。ご存知ですのね。嬉しいですわ。道理でにゃ。契約書の額がどれも桁違いだった理由が分かったにゃ。玉木さん、あなたも私のギルドに参加してくださらない？ちょうどもう一人、いろいろと動いてくれる方を探していたのです。あ、なんでそうなるにゃ。私、あなたの正義感に感動いたしましたの。それに何より、あなたの作る美味しいたい焼きが食べられなくなるのは嫌ですわ。たい焼きが理由って、よっぽど気に入ったのね、その子とたい焼き。参加してやるのはいいにゃ。ただし、ギブアンドテイクにゃ。それなりの報酬がないと納得しないにゃ。報酬はもちろんきちんとお支払いいたします。それと、私が商談相手に悪人を見つけたら、あなたにお教えします。よろしければ成敗するのもお手伝いいたしますわよ。私だって弱者を虐げてお金を稼ぐような輩は放っておけませんもの。また何を言い出すかと思えば。でも止めたって無駄よね。安心して、戦いになりそうな時は必ず私も同行するから。さすが美冬さん、ドラゴンを倒した方が味方にいれば恐れるものなど何一つありませんわ。私だって元は聖騎士だから、ある程度の荒事なら巻き込まれても平気よ。積極的に戦いたいわけじゃないけどね。秋野さんはやるって言ったら止まらないし、私も覚悟を決めないと。せっかくオートでのんびり生活できると思ったんだけどな。二人ともただのお月の人じゃなかったなんて。美冬さんもゆかりさんも納得のようですわね。玉木さん、あなたは？交渉成立にゃ。いい知らせが2つあるにゃ。1つ目は、新しい事業になりそうな話があるにゃ。あら、それは興味深いですわね。もう1つの報告は？あくどい商売してるやつらを見つけたにゃ。それは懲らしめる必要がありそうですわね。皆さん、奥で作戦会議を始めますわよ。新しい事業の話を持ってきたにゃ。玉木さん、いつもありがとうございます。詳しく聞かせてくださる？前に私がバイトで手伝いに行った牧場があるんだけど、そこの持ち主が誰かに牧場を売りたいらしいのにゃ。牧場経営？これまでとは随分違った業種になるわね。仮に買収したとして、私たちで利益が出せるのかしら。まずは経営者とお会いしてお話を伺いましょう。細かいことはそれから考えればよいのです。そう言うと思ってもう連れてきてるにゃ。おーい、入ってくるにゃ。はじめまして、よろしくお願いします。この二人が牧場の持ち主にゃ。もともとはかなり繁盛してた牧場だったけど、最近は大変だって聞いてたのにゃ。たくさんいた従業員も全員解雇するしかなくなって、今回思い切って牧場を手放そうって決めたんです。
牧場の所有権はこのギルドに買い取ってもらって牧場管理の従業員として雇ってほしいって条件にゃ。もともと軌道に乗っていたのでしたら経営を立て直すのはあまり難しくなさそうですわね。ゼロから牧場を作る場合と違って設備や従業員を揃える費用がほぼかからないのはかなり魅力的よ。ずっと管理してた人が働いてくれるなら経験のない私たちでも大丈夫そうだし、いい話だと思うわ。決まりですわね。あなた方の牧場、私たちが買い取らせていただきますわ。早速明日から牧場再建に動きましょう。疲れましたわ。こんなに力仕事があるなんて聞いてませんわ。秋野さん、休憩はまだ先よ。仕事はまだまだあるんだからキビキビ動く。牧場を再建させるって言ったのは秋野さんでしょ。それはこんなに大変だと思わなかったんですもの。今更ながら後悔してきましたわ。昨日の私が憎らしい。ほら、アルバイトで来てくれた彼は真面目に頑張ってるんだから、秋野さんも文句言わない。ええ、男手が必要だと思ってあなたをお呼びして正解でしたわ。なのであなた、私の分の。さすがあなた。では早速こちらへ。人に押し付けない。いいからこっちに来なさい。お待ちになって、美冬さん。あなた、どうかお助けを。あいあい、ずいぶん騒がしいな。ここの従業員は全員クビになったんじゃねえのか。あら、どちら様かしら。隣の牧場のもんだ。お前らここで働いてると不幸になるぜ。覚悟しておくんだな。不幸になる？どういうことかしら。同業者へのライバル心にしては敵意満々だったわね。秋野、美冬、大丈夫にゃ？何かされなかったかにゃ？玉木さん、そんなに慌てて。あの方たちがどうかしましたの？あいつら、よくも平然と俺たちの前に。隣の牧場を騙すようにして奪うだけじゃなく、この牧場も欲しいみたいで何度も嫌がらせをしてくるんです。ここの牧場は馬が有名で、騎士団や商人に育てた馬を売ってたのにゃ。だけど最近まで馬たちの餌に毒が混じったり、頑丈なはずの柵が壊れたせいで牧場に魔物が入ってきて馬が怪我をしたりと、いろいろあったんです。隣のこともあって不幸な事故とは思えなくて、しかもそのせいでほとんどの得意先と取引がなくなりました。だから僕たちは牧場を手放すことにしたんです。絶対にあいつらが犯人にゃ。証拠はなくてもあいつらに決まってるにゃ。こうなったらあいつらの有金全部盗んでやるにゃ。なんで邪魔するにゃ。君は何とも思わないのかにゃ。玉木さん、落ち着きなさい。お金を奪ったところで一時的な打撃にしかなりませんわ。でもあいつらを懲らしめないと気が済まないにゃ。それは私とて同じです。あのような不届き者は二度と悪事ができないよう徹底的に叩くべきですわ。くそー、どうなってんだ。動物の餌が買い占められてるなんて。
餌がねえと動物たちの気が立って暴れまくりじゃねえか。あっちの牧場の兄弟ももうすぐ折れてうまくいくはずだったのに、なんでこんなことに。問題ねえよ。飼いならしておいた魔物を暴れさせれば今度こそあの牧場はおしまいだ。あとは乗っ取っちまえばこの辺りの土地も家畜も全部俺たちのものだ。なるほど、やはりあなたたちが犯人だったようですわね。なっ、お前らいつの間に。隠密行動は貴族の基本にゃ。話は全部聞かせてもらったにゃ。成敗してやるにゃ。くっそ、こうなったら魔物どもこいつらをやっちまえ。魔物にゃ、危ないにゃ。人間が飼いならせる程度の魔物なんて大したことないわ。見てなさい。もう魔物が一瞬で。お前ら何者なんだ。あなた、この私をご存じありませんの。知るわけねえだろう。なんですって。いいですこと、皆さんこの方たちを叩き潰して差し上げますわよ。その言い方だとこっちが悪者みたい。さあ正義の鉄槌を受けなさい。なあ、大変なことになってしまいましたわね。あの男たちが捕まったせいで、あっちの牧場も私たちが管理することになるなんて。どうするのよ、仕事量は倍じゃ済まないわよ。これはもう私たちの手には負えませんわね。牧場の経営はあなた方ご兄弟にお任せしますわ。そんな、いいんですか。嫌がらせもなくなったわけですし、ちゃんと利益さえ出してくれれば私は気にしませんわ。それに私たち素人が手伝っても足手まといになるだけです。前に働いていた従業員は改めて雇い直しましょう。これなら経営も維持できますわよね。もちろんです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。気にする必要ないにゃ。これはあくまでビジネスのお話にゃ。まさか悪人退治までやるとは思ってなかったけどね。本当にそう、町に戻ったら一杯飲みたいわ。皆さん、次のビジネスチャンスを探しますわよ。町に戻りましょう。二人とも浪費が激しすぎる。秋野さんはそもそもお金の使い方が荒いし、玉木さんも猫の餌を大量に買いすぎ。あんまり厳しいことは言いたくないけど、このままだと投資や融資に回す分のお金に手を出さないといけなくなるのよ。私ずっとこういう生活しかしてこなかったんですが、今さら変えることなんてできませんわ。私も猫たちの餌くれって顔を見ると無視なんてできないにゃ。言い訳は無駄。とにかく当分二人の給料は減額します。困ったことになりましたわ。
ったくにゃ。このままじゃ猫たちに餌もあげられないにゃ。あら、あそこにいるのは。おーい、聞いてほしいにゃ。みふゆがひどいにゃ。お金を使いすぎだからと給料をこんなに減らされてしまいまして、はあ、私たちこれからどうすればよいのでしょう。有効活用。あ、そうにゃ、君のおかげでひらめいたにゃ。お金が少ないなら自分たちで増やせばいいにゃ。それはその通りですが、どうやって増やしますの？いいところを知ってるにゃ。ついてくるにゃ。いつもの飲食店のようですが、実はこのお店でカードを使った賭け事をやってるにゃ。参加すればきっとお金を増やせるにゃ。裏で賭け事？本当に大丈夫なんですの？お客同士で遊んでるだけだし犯罪ではないにゃ。私が潰してないのがいい証拠にゃ。確かに悪事を働く者がいれば玉木さんが紹介するはずありませんわね。というわけで早速参戦にゃ。ここのルールは5カードドローだにゃ。よく聞くにゃ、秋野。まずはカードを。あ、フルハウス。私の勝ちですわ。すげえ、あのお嬢ちゃん、これで10連勝だぜ。私の強運があればカードで勝つくらい簡単ですわ。どんどん行きますわよ。スリーカードだ。残念だったな。今度は俺の勝ちだ。待つにゃ。こいつイカサマしたにゃ。カードをすり替えたにゃ。それの中のカードが証拠にゃ。くそも、なんでバレたんだ。にゃはは、私の目はごまかせないにゃ。私と玉木さんが組めば最強ですわね。負ける気がしませんわ。この勢いで荒稼ぎにゃ。おかしい。さすがにそろそろ二人が反省して泣きついてくる頃だと思ったのに。むしろ最近すごく楽しそうじゃない？生き生きしてるっていうか。怪しい。何かありそうね。ごめんね、君に買い物手伝わせておいてこんな話まで聞いてもらっちゃって。いや、君も重要な参考人よ。秋野さんたちとも仲はいいし、今日はそのために呼んだの。最近あの二人に何があったか知らない？賭け事でお金を増やしてる？まったくあの二人は。ギャンブルなんて節約の敵よ。ゆかりさん、手伝って。いいけど、何をすればいいの？また私の勝ちですわ。ここまで来ると自分の強運が恐ろしいですわね。私がついてる限りイカ様で負ける心配もないのにゃ。稼ぎまくって豪遊にゃ。秋野さん、玉木さん、何をしているの？みふゆさん、これはその違うんですのよ。秋野、落ち着くにゃ。私たちは悪いことなんてしてないにゃ。自分のお金をどう使おうが私たちの勝手にゃ。だとしてもギャンブルは論外よ。あなたのお父上からは堅実な生き方を教えてほしいって頼まれてるんだから。ですが私たち結果で見れば負けてませんわよ。
お金が増える分には美冬さんとしても嬉しいのではなくて、二人ともお金が増えてるっていう割には財布が薄いようだけど。それは儲かった分はすぐに使っちゃうから仕方ないにゃ。浪費癖を直すために給料を減らしたのよ。それじゃ意味ないじゃない。でも自分たちで勝ち取ったお金にゃ、どう使おうと私たちの勝手にゃ。そう、よほど自信があるようね。じゃあ私とゆかりさんで組むからカードで勝負よ。私の貯金を全額かけてあげる。誓約書を書いてきたわ。ついでに私たちに勝ったらこれからも賭け事は続けていい。それはまたいいんですね。その代わりそっちにも同じ額をかけてもらうわ。そして私たちが勝ったら二度と賭け事はしないこと。いいわね。望むところにゃ。私たちに勝負を挑んだこと後悔させてやるにゃ。ツーペア、私とたまきさんに勝とうなんて100年早いですわ。早速こっちが優勢だにゃ。このままの勢いで勝っちゃうにゃ。よっ、さすが秋のお嬢。このまま有り金全部むしっちまえ。ゆかりさん、まだいけるわよね。ええ、まだ大丈夫よ。にゃ、有り金は十分あるみたいだにゃ。秋の、こうなったらもっと絞り取ってやるにゃ。了解ですわ。フルハウスよ。ワンペアですわ。なんのこれ式。気にするな、こっからこっから。そうですわ、これくらいなら前にも逆転したことがあります。今回だけは負けられません。ワンペア、これで勝負ありかしら。いや、待つにゃ。一気に逆転されてくにゃ。どういうことにゃ。ストレートフラッシュよ。私たちの圧勝ってことでいいのよね。どういうことですの。私たちが手も足も出ないなんて。簡単な話よ。カードの傷で全ての数字を暗記しておいたの。カードにそんな分かりやすい傷はないはずにゃ。紙なんだからちょっと雑に扱えば傷はつくでしょ。ほら、こことか。こんなの細かすぎるにゃ。これを勝負の最中に確認してたにゃ。もちろん。それとゆかりさんと私を一緒に戦わせたのはまずかったわね。私、二人の癖はよく知ってるから、表情や仕草でどんなカードを引いたか分かっちゃうの。そんな手があったなんて。あとは周りの観客も全員協力者よ。一人一人へ入店前に酒代をおごっておいたわ。なんですって。おかしいにゃ、ひかさまをしてたら私が気づくはずにゃ。あなたたちをある程度のところまで気持ちよく勝たせるために一生懸命応援してもらったのよ。二人とも途中から私たちを警戒しなくなったでしょう。つまり周りの人たちはただで飲み食いして二人を応援しただけなの。効果はバッチリだったでしょ。ゆかりちゃん、今度はちゃんと飲みに来なよ。シラフのあんたを久々に見れたのは面白かったぜ。気が向いたらね。やられたにゃ。
イカ様とは違うから見抜けなかったりゃ。さて、私たちの勝ちということは、約束は覚えているわね。わかりましたわ。賭け事は二度とやりませんわ。それだけじゃなかったはずよね。私たちは貯金全額をかけたのよ。つまりあなたたちは手持ちの額以上に負けたってこと。結構な金額だけど、二人の給料で払えるかしら。払えないなら借金してでも払ってもらうから。そういえば私たちのギルドお金を貸してるんだけど。そにゃー、借金だけは嫌にゃー。 お仕事終わったにゃ。書類の作成終わりましたわ。じゃあ次は部屋の掃除をお願い。その後は新しい授業の計画書を仕上げるから手伝って。さすがに働かせすぎにゃ。不当労働反対にゃ。私たちにも権利を。なぜ私たちがここまで虐げられるのですか。たくさん働かないとギルドへの借金は返済できないんじゃない。賭け事した罰として給料はもっと減っちゃったわけだし。ギルドも大きくなってきたから人手が足りないのは本当なの。ごめんなさい二人とも。今日は先に上がるからあとはお願いね。お疲れ様ゆかりさん。全額返済するまでは私がギルドマスター代理よ。ほらキリキリ働く。時は金なりよ。もう賭け事なんてゴリゴリですわー。